マカティアラバン館の P2P バスで GO! 早速マカティグリーンベルトはダイヤモンドレジデンスの前から出発です。こんにちは、マカティでヘアサロンマネジメントと日本のサロングッズを扱っておりますヤッサンです。今回はいきなり始まりましたが P2P バス、ポイント2ポイントバス、私が普段通勤で使っているんですが、一度乗ったら目的地までノンストップ。料金はローカルバスに比べると2倍以上とはなりますが、ゆったりシートで、特に今は GCQ となりますので、隣に誰も座ることなくゆったりと移動ができます。そんな言ってるうちにレガスピストリートからデラローサストリートに。もともとこの路線はサクサクっとスカイウェイに乗って、渋滞がなければあっという間にアラバンに着いてくれるのですが、コロナの影響とは関係なく2020年今年に入ってからなぜかスカイウェイを使わなくなりました。なのでマカティを無駄にぐるんと回り、マガリアネスの陸橋のところからスカイウェイには登らず、その下の薄暗いあのしょぼいハイウェイの方を通っていくことになります。はい、まだまだそんな言ってる間にアルナイズアベニュー、皆さんにはパサエロードといった方が馴染みが深いかもしれませんね。 GCQ 中は車は少ないんですが、普段だとこの時間はかなり渋滞なんですが、今日はすんなりとマカティを出られそうです。実は一番前の席に座るのは初めてで、結構見晴らしがいいんですね。こちらがうんちゃんです。今や日本人も多く住まれているパークテラスを通り抜け、その先がまた大きなビルが建ってますが、もうすぐ完成ですかね。日本橋亭さんの跡地、そして KTB フィットネス、こちらはまだ再開してませんね。江戸さんに入り、タフト方面に行く車線は渋滞してますが、高速に乗る方はまあまあ空いてますね。GCQ でもマニラを歩こう動画シリーズで、電車MRT3 に乗るときによく登場するマガリアネスステーションを通り抜けます。そしてちょっと複雑に絡み合う陸橋ですが、ちょうど日が沈む頃ですね。夕日に映えるマカティのビル群です。マニラの夕焼けは綺麗ですよね。本当はこの上を通るスカイウェイに乗るともっと綺麗な夕焼けが見れるんですけどね。スカイウェイの下のこの道、こちらもハイウェイで一応有料道路なんですよね。アラバンマカティ間で差額は確か40ペソ程度だったと思います。だったらスカイウェイのがいいんですけどね。夕方で下のハイウェイ、これだけスムーズに走れるのは GCQ ならではですかね。この上の陸橋は空港方面に行く道路ですが、本来だと鬼渋滞するところですね。まあ、今は結構スムーズみたいです。さっきから目の前にドローンが飛んでるのかなと思われている方もいるかもしれませんが、
これは窓に貼ってある IC チップで、高速道路の出入り口でこれを読み込んでゲートが上がるわけですね。6段前はこのドローンじゃなくて本物の飛行機がかなり至近距離で見えたりもしてるんですが、今は本当に飛行機見なくなっちゃいましたね。はい、こんな感じでゲートが自動に反応します。ではしばらくはうざい解説は抜きで、バスに乗ってる気分でお楽しみください。見えてきました。アズール、通称パリスヒルトン。ビクタンにあるリゾート型高級コンドミニアムですが、もうここは一つの街って感じですけども、ウィークデー、ウィークエンドに限らず稼働率というか 10% 以上部屋に電気が灯ってるのを見たことがありません。もう古い iPhone ではピントが合わなくなるぐらい辺りが暗くなってきました。アラバンをしばらく前にして2カットで高速を出ます。前のトラック、たまにこういうやついるんですよね。 ETC レーンに入ってきて現金で払おうとするやつ。しかも500ペソとか1000ペソ出して窓口のお姉さんもゆっくりお釣りを渡したり、ちょっとイラッとしますね。そしてここの交差点、この時はまだいい方なんですが、ここはいつもぐちゃぐちゃ。こういうの見てると、とてもフィリピンで運転しようとは思いませんね。ぐちゃぐちゃの交差点を渡り、ここから先はサービスロードと呼ばれる一般道。今はまだジープがいないのでいいんですが、一般道だけあってトライスクールなんかが縦横無尽に走っています。たまに逆走してきたりヒヤッとすることも。なんとここでおじいちゃんが降りました。本来はありえないことなんですけどね。まあシニアには優しいフィリピンですかね。急ピッチで橋桁が作られてますね。ニュースカイウェイですかね。今はまだ GC級 中とはいえ、渋滞になるときは結構渋滞します。でも今回はすんなりとアラバンのザバトロードに入りました。
この時期の夕方のお約束というか稲光ですね。この後も光ります。アラバントヨタを横目に。ユニクロと S&R を通り抜け。アラバンタウンセンターに着きました。はい、降ります。今回は意外にスムーズでしたね。今6時半になってますので、もうアラバンタウンセンターは閉まってます。ではこのまま帰ります。 P2P バスが使えるようになると比較的安くて安全、しかも快適に移動ができます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はここまで。よろしければバススクライブ、あ、違った、サブスクライブ、そして Go、グッドをお願い。ではまた。